どうも皆様、岸です。さあ、金曜日の動画はですね、前日の木曜日 KinKiKids YouTube オリジナルライブで、披露されていた楽曲についての、解説動画となっております。今回ご紹介する楽曲は欲望のレインでございます。いやー、まぁ、ちょっと今回の楽曲はオープニングのね、映像にもちょっと一切映っていなかったということもありましたので、まぁ、すっかりちょっとやられてしまいましたね、欲望のレインに。まぁ、年末年始のライブで披露があったということもあって、少しね、こう、免疫はありましたが、まぁ、そんなコンサートに行けなかった方にとっては、もうほんと久しぶりのね、大興奮だったんじゃないかなというふうに思いますけれども、そんな欲望のレインについて本日はお話しさせていただきたいと思います。欲望のレイン、2000年12月13日発売 D アルバムの収録曲でございます。作詞戸澤雅美さん、作曲は宮崎あゆみさんでございます。まあ、今回のオリジナルライブね、感想部分とかも短縮されてたりで、うわ、今回ちょっと踊りはないのかなと思っていたら、最後の最後でドカンと踊ってくれましたね。いや、これほんとたまんないですね、これは。まあ、今年の年末年始のね、ライブで見れた、以来と言ったわけでございましたが、まあ、この収録の方が先でしたからね、この収録の後にコンサートのセットリストを多分決めたはずですので、なんでこの YouTube オリジナルライブの撮影を踏まえて、よし、じゃあ、これをちょっとセットリストに入れよう。そして、どうせコンサートでやるんだったらもっとがっつり踊ろうよと言ったことで、あの形式になったんじゃないですかね。まあ、コンサート部分でちゃんとあのサビとかイントロの振りもありましたから、うん、だから、なんていうの、カンパケっていうんですか、完全版はですね、ライブの DVD 発売待ちと言ってちょっとお預けも食らったところもありますが、すごい細かいですけど、最後のあの踊りのこの振り付けのとこで、つよしくんがガンってこう首を入れるんですけど、こういちくんはそこまでこう入れないみたいなのを、二人のこうダンスの、おのおののカラーみたいなのもあってね、そこもまたちょっと面白いなぁなんて思って見てましたけれども。で、この楽曲はやっぱ KinKiKids のファンじゃなくてもですね、あの後輩くんたちがたくさんカバーしていて、それでいてちょっとジャニーズファンの方はね、知ってる方が多いというような楽曲でもありますけれども。だ、過去にはヤマピーと、生田斗真くんが一緒に歌ったりですとか、風間俊介くんと長谷川淳くん。で、最近ですと、菊池風磨くんと中島健人くん。風磨健っていうんですか？そう、そんな後輩がね、たくさんカバーしてるわけですけども、この本人たちの披露というのが本当に少ない、楽曲でして、まあ、まずライブ披露ですとね、発売直後の堂本ドームで大人気。これはまあ DVD 化になってませんので、見ることできないと。そして、その約10年後ですか、君も堂本ファミリーの中のメドレーでね、サビの部分だけ聞くことができて、そしてもうつい先日ですけれどもね、244-51 The Story of Us の公演の中で、超久しぶりにね、披露といったことでございまして、そしてテレビ披露もね、この楽曲はございます。まあ、当時この D アルバムメドレーというのをミュージックステーションで披露したんですね。これすごいですね。だってこのメドレーの内容がすごいですよ。KinKiKids Forever Backfire 欲望のレイン、答えはきっと心の中に Hey はですよ。いや、すごいですね。シングルが一曲もね、メドレーを、テレビで披露してるわけですから。だからこれはもう当時、20年以上前になりますけれども、もうその当時ももちろん興奮しましたけれども、あの時の自分に5曲メドレーなんてもう贅沢な神回は今後ねえんだぞと、ちゃんとね、伝えてやりたいですね。さあ、そんな欲望のレイン、収録はですね、D アルバムのみとなっておりますので、これも必聴でございます。さて、まあ、各アルバムからね、一曲ずつ披露してるのかなと、考えますと、ちょっとその他の D アルバムの楽曲が、残念ながら歌われないのかななんていうふうに思いまして、となると皆様が言っていたバックファイヤーとかね、うん、答えはきっと心の中に、ミスティなんかちょっと今回はシーズン2ではお預けなのかななんていうふうに、思っておりますが、まあ、とりあえず、再来週はまた、あれですかね、こう、草原バックの、何かしらのバラード曲が来るんじゃないかな、なんていうふうに思っておりますが、また再来週の、オリジナルライブ、皆さんと一緒に待ちたいと思います。それでは皆様、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。